中国による兵糧攻めの末、ついに水や食料が枯渇です。フィリピン沿岸警備隊は今月15日、南シナ海のサビナ礁に停泊させていた大型巡視船を撤退させたと発表しました。食料補給を断たれた63人の乗員は雨水を飲み、3週間お粥を食べ、乾きや栄養失調に苦しみ、4人が脱水症などで緊急搬出されました。サビナ礁はフィリピンの EEZ 排他的経済水域内にありますが、中国が一方的に主権を主張。そのためフィリピンは今年4月中旬から大型巡視船を停泊させていました。ちなみにこの船は日本製で、2年前に円借款で日本から調達したものです。船を撤退させるよう要求していた中国は8月に入り、海上補給への妨害を強化。26日、共同通信の記者を乗せたフィリピン沿岸警備隊の船が大型巡視船に食料や水を補給するためサビナ礁へ近づこうとすると、彼らはあちこちの方向から突然やってきました。中国船団が行く手を阻み、この日は補給を断念。その後ヘリが食料を投下しましたが、数日しか持ちませんでした。その5日後、フィリピン沿岸警備隊は中国海警局の船が大型巡視船にわざと3回衝突したと発表。船がぶつかる様子を撮影し公開しました。負傷者は出なかったものの、船体に穴が開きました。フィリピン側はその後も停泊を続けましたが、食料が枯渇し撤退を余儀なくされました。兵糧攻めにあってでもサビナ礁を死守する理由があります。フィリピン政府はサビナ礁で中国船団が小規模な埋め立てを行ったとして、軍事基地化の恐れを懸念しています。フィリピンが拠点を置くアユンギン礁など他の環礁への補給に影響を与える位置にあり、戦略的な要衝です。代わりの巡視船をサビナ礁へ送る意向のフィリピン政府ですが、50隻から70隻の中国船団の包囲を突破するのは困難とみられます。中国海警局は断固として領土主権と海洋権益を守ると主張していて、中国が実効支配を固める可能性が高まっています。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。